言う。ハル、その先には行かせない。お前何してんだよ。俺はことなの命を取り戻しに来た。アーシャを殺めればことなの命を奪うことになるかもしれないんだ。わからないのか。俺たちが死ぬはずだったものを救ったせいでことなは死ぬ運命を背負った。だから俺は責任を果たす。姫から命を取り戻してことなを助けるんだ。お前は間違ってる、ハル。間違っているのはそっちだ。俺は何があろうとことなが大切なんだ。邪魔をするな。邪魔をするのはお前だろうと切る。目を覚ませ、ハル。そうだ、目を覚ますんだ。これが夢なら早く覚めてくれ。敵に城の前まで入り込まれました。何としても守り抜くのだ。こいつは騎士隊長のベルサじゃないか。危険な女だ、連行して処刑するか。どけユウ。どかない。お前がコトナを守りたいように俺にだって守りたいものができたんだ。ならお互い一歩も引けねえってことだな。ああ。ハル、もうやめよう。やれよ。やらなければ俺は姫を撃つ。俺は覚悟を決めたんだ。どんなことをしてもあいつを守るってな。お前にその覚悟はあるのか。俺たちずっと友達だったじゃないか。これからもずっと友達だって思ってた。なんで殺し合いなんか。最高の実力派声優が皆さんを魔法の世界へお連れします。どこだよここ。幼馴染のユウとハルが迷い込んだ想像を超えた魔法の世界。どうなってんだ。本物の違う世界だ。そこには命がつながっている。もう一人の自分が。二の国、8月23日公開です。